おはようございます。11月11日9時52分、モーニングショットをお届けしたいと思います。えー、まず本日の売買方針でございますが、えー、ドル円は113の8070で買いから、113の50でストップ、114円の1号2号で利食い。ユーロドルは1.15、えー、丸515で売りから、1.1535でストップ、1.146050で買い戻し。 ユーロ円は131円1525で売り、131円45ストップ、130円の6555買い戻し、ポンド円は153円1525売り、153の45ストップ、152の4535で買い戻し、タイドルは1.343545売り、1.3465でストップ、1.338070買い戻し、オージー円は 83 83 83円6575でで売りのの95ストップ83の10ちょうどで買い戻しタイドルは0.735565売り0.7380ストップ0.728575買い戻しニュージーエンは80円の8595売り8120の20ストップ80円の2010買い戻しタイドルは 0.7090、0.71ちょうどで売り、0.7125ストップ、0.704030買い戻しのイメージを作りました。まあ昨日114の ① まで上がりまして、結果的には11月9日と10日でやった112円の70台、結果的にはその潰しきれず、70もつかずということでございますが、たまったショートの損切りで大きく巻き戻されました。 CPI が非常に高かったということもございますが、その前にマーケットはかなりショートに傾いていた、ロングが切れていたといった部分があったのかなと、なおかつ、昨日は113の50が、あの CPI の数字をもってしてもつきませんでした、最初。49やって潰れ、また48やって潰れみたいなことを何度も繰り返して、なかなか113の50いかず、これ、もしかするともう1回下がるかなというふうに思わせて、 113の40台前半から113の30台とかもしかするとそこでショート振っちゃったかもしれないですねそれが113の50超えにピンポイントでストップが溜まってそれを一気につけさせられたという感じではないか,ったかなという,ふうに思いましたまあちょっとびっくりではございますが、えー、かなりショートに傾いていたことは間違いなく、えー、だからこそ、えー、あんまりこう売り上がる感じは自分としては持っていなかったです き、えーまあ、今日につきましては、ちょっと今日はですね所要もありまして、このモーニング終わりましてから会社に向かい、えー、そこでちょっと事務をやった後会議があって、それから外出して、えー、戻ってまいりましてから事務をやった後午後6時から、えー、JFX ライブをやり、そしてまた8時からまた別な収録があるということで、もう時間パンパンでございまして、えー、結果的にはちょっと相場が全然見れないなというふうに思ったもので、今日は指し値をしないことといたしました。 えー、それでは、えー、何かございましたらよろしくお願いしたいと思います。えー、本日のモーニングショットこれで終了です。